はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソロッキー製造工場へようこそ。皆さんは終焉のカウントダウンというカードご存知でしょうか？本日はですね、終焉のカウントダウンを使って勝っていこうと思います。はい、このカードを特殊勝利できるんですけども、特殊勝利条件マジでやばくて、2000ライフポイントを支払いますと。で、発動ターンより20ターン後、自分はデュエルに勝利するっていうクソふざけたカードなんですよ。発動した後20ターンね、相手の攻撃を耐え続けなければいけないというガチでやばいカードになってまして、この終焉のカウントダウンを今日はね、救っていく、そういうデッキになっております。で、初手でこの終焉のカウントダウンを引きやすいように、終焉のカウントダウン3枚と左腕の代償っていう、この左腕を切り落とすことによって好きな魔法カードをデッキから手札に加えるっていうね、この最強のカードがあるんですけど、これをぶち込んでるんですけども、一番このデッキでやばいの、これね、入手方法マスターパックなんですよね。あ、レガシーパックなんですよ。レガシーパックで、UR なんですよ。これね、これかなりきつい。これ入手するの めちゃくちゃきついし、ものすごい UR クラフトポイント必要になるんで、はい。僕頭おかしいんですよね、僕って頭おかしいんですよ。なんで、UR クラフトポイントをがっつり課金して、これ3枚生成しました。はい。で、どういう風に耐えていくかっていう話なんですけども、20ターン相手のターン耐えればいいわけですよ。なんで、今日はね、遊戯王界でも最強の耐久能力を誇っている、バックザコックさんっていうね、この人に手伝ってもらいます。はい。バックザコックさん、これ何する人かっていうと、これめちゃくちゃ強くて、自分のフィールドのカードが、このカードのみの場合、こいつしか、いない場合ね、こいつしかいない場合、他のカードの効果を受けないっていうテキスト書いてあるんですよ。だから、何もフィールド上にカードを出さなければ、こいつを出しておくだけで、めちゃくちゃ、耐久力の高い、めちゃくちゃ最強のモンスターが爆誕すると、何の効果も受けない。で、ただ、このモンスター、見ていただいたら分かる通り、ステータスが、弱い。攻撃力が2300しかない、守備力が200しかないと。こういうことなんですけども、じゃあどうすればいいか。こいつを戦闘で破壊されなくすればいいんですよ、簡単に言うと。で、そこで戦闘で破壊されないギミックとして採用しているのが、まずですね、このアストラルクリボーっていうカードですね。はい。これエクストラデッキ のナンバーズを見せると特殊召喚レベル、そのランクと同じレベルになって特殊ができるよっていうモンスターで、しかもこのモンスターが素材になると、この素材にしたモンスターは、戦闘および相手の効果では破壊されないって書いてあるんですよね。これがめっちゃ強いです。はい。これめちゃくちゃ強い。で、他にも戦闘で破壊されないカード、これライトハンドシャークっていうやつがいまして、これも素材になったモンスターは戦闘で破壊されないんですよ。だから、今日ですね、このバックザコックっていう最強の料理人の、下敷きに、ライトハンドシャーク、またはアストラルクリボー、を使って戦闘で破壊されない何の効果も受けないモンスターを爆弾させて、終焉のカウントダウンの20ターンを耐えるっていうクソ以下のね、デッキで勝っていこうという、そういうことです。で、デッキのギミック的にはもう以上なんで、あんま難しいことなくて、ひたすらそのバックザコックを出して耐え続ければいいだけなんですよね。なんで相手のね、展開を手札誘発。フィールドにカードあっちゃいけないんで、バックザコックの、効果使用上。なんで、手札誘発で、頑張って相手の動きを抑制しながら、戦っていくみたいな感じになりますね。で、自分の展開止められちゃうと嫌なんで、はかなと示し入ってますけど、あんまりね、ここは最悪なくても、いいかなっていう。この辺のカードは、手札誘発あれば、あとはもうこのバックザコック立てられれば別にいいんで、ここはなんか何でもいいっす。はい。で、一応ドローソースをね、ドローを加速できるようにゴードン積んでますけど、ここ別に最悪コンボパーツ引けるんだったらなくてもいいから、ここは何でもいいかなっていう感じですね。はい。で、一応なんですけど、サブプランとしては普通にその
サメちゃんとしても戦え、サメちゃんデッキとして戦えるように一応こういうカードは入ってますみたいなね。エクストラは、まあ、バックザコック三積みっていう気持ち悪いことを除いては普通のシャークデッキみたいな、シャークラゲデッキみたいな感じになっております。はい、以上ですね。デッキ細かく見たい方は概要欄にデッキの URL 貼ってあるんで、そっち見ていただければと思いますんで、早速ね、このバックザコックの最強耐久力を見せていきたいと思います。先に弱点言っときます。貫通怪獣、なんかルール効果でその要はこいつをしょれるやつ、はい、こういうモンスターに対しては非常に弱いです。怪獣1匹で積みます、このデッキ。はい、やっていきましょう。デュエル3倍終焉のカウントダウン来い。来た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 、終焉来た、終焉が来てる。相手のデッキなんだ。とりあえず終焉のカウントダウン来てるのはでかいぞ。これはお前の世界を終焉させることができる。ドレミコード、やべ、全然わかんねえ。全然わかんないけど、エフェクトベーラーぶん投げたら止まるんじゃねえ。エフェクトベーラーぶん投げるわ一旦ね。はい、まあ、大体初動を止めろってね、おばあちゃんが言ってました。はい、うちのおばあちゃんは言ってました。初動を止めておけば相手のデッキは大体動けないってね。さあ、よし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 、止まった止まった、初動止まった、よし、いいぞ。ライトハンドシャークも来すぎだろ、ライトハンドシャーク来すぎだろ。とりあえず一旦強欲で貪欲な壺を発動。いやー、マジスカロックンロール、これマジスカロックンロールだわ、これマジスカロックンロールだな。いやー、ちょっとバックザコックさん出せないってマジっすか。いやでも相手も結構事故ってるし、ウサギいるし、なんかワンチャン止まってくれないかなっていう話あるんだけど、ちょっとライトハンドシャークで一回ぶん殴っていい、こいつ。これ何する人？あ、ぶん殴れるね。あのオフィカードなんだろう。で、メイン2入って、終焉のカウントダウン打って、2000ナイフを支払って、発動ターンより20ターン後、俺はデュエルに勝利する。お前の命はあと20ターン。お前の命はあと20ターンってなんだよ。長すぎるだろ。やばい、ちょっとなんかウサギいるし、ウサギと DD クローでなんか妨害してこのライトハンドシャークを生き残らせないと、ちょっと壁モンスターが出せねえ、助けてくれ。ドレミコード、ハルモニア、あそれ、あそれ、わからん、なんでそのカード、ちょっとわかんないけど、とりあえずこれ止めればいいのかな。あー、フィールド保険はね、結構ね、ウサギちゃんが強いんだよね。ウサギをぶん投げて、相手の、表ガス表示で既に存在しているカードの効果が発動したらそれを破壊するっていう効果を持ってるんで、これでウサちゃんを投げてこのカードを破壊することによってフィズ魔法とか永続魔法は割れるということですね。はい、おっと、よしよしよし、事故ってる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 、いこれ、いける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 、これはいける、これはいける。左手の大将いらねえわ、左手の大将もいらねえわ、さっき終焉のカードが打ったとこだ。さあ、世界を終わらせに行くぜ。ライトハンドシャークを2体、ライトハンドシャークが2体来ると言うまん、眠りし海の幸が全てを終わらせる、現れよ最強の料理人バックザコック。ターン終了です。あとは20ターンこいつで耐えます。このカードは自分のフィード上に他のカードが存在しない場合何度効果も起きない、そしてライトハンドシャークがストアになっている場合このカードは戦闘では破壊されない、つまり何の効果も受けず戦闘では破壊されない、やばすぎるモンスターが爆誕しているのさ。あとは俺はひたすらターンエンド繰り返し20ターン後を待つのみ、よーし。ゴミが、俺はこのモンスターを一生横にして置いとくだけで勝てるんだよ。うおー、ターン終了。ゴミゴミ戦術きた。さあどうする。おっと、事故ってんのか、そんなクソ事故盤面だと僕の料理人は倒せませんぞ。これめちゃくちゃサレンダーされそう。これね、最後まで付き合ってくれる人いないんだよね。かわいい、なにこいつ、イラストの高、ドドレミコード、なにクーリア、かわいい、なにこのなんかイラスト、アドだけはティアワンみたいなデッキ。ちょ、ドレミコード何するか全然知らないんだけどさ、これ何するまん、なんかすごい強そうな、なんかテキストの量が多すぎてなんか強そうに感じるんだけど、これどうなの、ちょ、わからん。このバックザコックを抜くギミックを入ってるのか、お前の的に。
いやな、ね、このデッキのね一番ダメなところね、サレンダーされんだよね。そのバックザコックとかいうカスみたいなモンスターが横に置かれてるだけで、なんかもう相手抜く手段なくてサレンダーされるっていう。怪獣入ってんのかな、まあ、怪獣相手が先に引くか、あの俺が、なんだ、先に終焉のカウントダウンを20ターン まで進めるかどっちかなんだよね。それか相手がサレンダーするかっていう、まあ、それのどれか。はい、非常にね厳しいですよ。雪うさぎ、なるほど。バロネス出せませんよ、いませんからねこのゲームには。まあ、バロネス意味ないけどね、結局全く意味がないバロネスに関しては。誰、うわうそエロス来た、サロスエロスはやばい、嘘マジ、ちょっとやばい嘘そんなバカな、確かにそれでは勝利できる。サロスエロスさんはですね、やばいやばい、ちょそれ破壊しよう。サロスエロスさんは相手のモンスターも1体までその位置でリンク召喚できるっていうルール効果を持ってまして、これはまずい。バックサコックもう1体すればいいんだよ、やっぱりバックサコックもう1体出せるか。ライトハンドシャークもう1体いるな、もう1体いるわ、ライトハンドシャークもう1体いる。なんとかなりそうこれ通るかな、これプリンセスが通るかどうか、プリンセスが通るかどうか。もう終焉のカウントダウンきすぎでしょ、終焉のカウントダウンきすぎなんだよ。とりあえずライトハンドシャークの効果するとか、ライトハンドシャークの効果発動して、何もカードがない場合墓地から特殊召喚するよっていう効果で、こう、あ、そっか、サロスはなんかあれか、墓地効果止められるのか、なるほどな。あ、オッケー。まあじゃあでもブリンセス出して、でブリンセスでカッター出して、でカッターからあれですね、ライトハンドシャークももう一回出すっていう話ですね。さあこれ止められたらやばいよ、これ止められたらやばいよ、これを止められるとかなりやばいよ、非常にまずいことが起きる。これ何のチェーン出せる、なるほど、カッターシャーク特殊で、カッター効果、カッター効果で、カッターと同じレベルの種族のモンスターを出したいな。なんか出せますかね、これ止められますこれ止められて終わるんだけど、ガチで通る、よし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 、絶望の絶望のバックザコック2体目おりゃおりゃー、タシロだ、さあお前のターンだお前のターンだよ。いや、さすがにサロスは2体は入ってないと思う、さすがに。まあ1体は入ってる人たまにいる、確かに。エクストラが余ってれば相手のモンスターをしょってリンクできるから、入ってる人はもちろんいる、もちろんいるかもしれない。ただ多分2体はさすがに入ってない、これがフラグ出ないことを祈る俺は。一級フラグ建築しすぎてなんかちょっとすげえ怖いんだけどバトル OK だろ、バトル、バカめ、このモンスターは戦闘では破壊されないバイーンハハ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 ハこのデッキマジで終焉のカウントダウンさ、やっぱ一応発動これもできるんだけど、一応ちょっとずつゴードンから打って、はい、でゴードンから打って2枚どんどんいきます、あ、入りますね、オッケーで、あ、オッケーライターのシャークね、で最強モンスター爆弾させましょう。まずちょっととりあえず終焉のカウントダウンっていう劇的にやべえカードを発動、20ターン後俺はデュエルに勝利する。そしてライトハンドシャークを攻撃表示で召喚、さらにアストラルクリボーの効果を発動、アストラルクリボーの効果によりバックザコクのレベルをコピーし、このモンスターを特殊召喚、このモンスターを3にしたモンスターは、戦闘効果で破壊されることはない、そして2体のモンスターでオーバーレネタコクシクエクシス召喚、眠りし海の幸がお前を敗北の道へと突き進ませる、現れよ最強の料理人バックザコック。さあお前の命は
あと20ターン。じゃあお前の命はあと20ターンってなんだよ。あ、エンディミオンか。なるほどな。エンディミオン、ちょっと面倒くさそうなって言ってたけど、ちょ、エンディミオンさんってこれなんかあのギミック的に入ってるんですかね。バックザコックを処理する手段。なんか結構回すやんけ。名誉結果や。そんなガードは効かない。なぜかってこのモンスターは何の効果も受けないからさ。何の効果も受けないからさ。怪獣で処理するしかないんじゃないか。大丈夫か。マスターキルベラス、あ、こいつ確かなんかすげえ強かったけど、そんな。カウント4つ以上存在する場合、この方効果打開されない。一旦に一度、魔力カウントが打ち届くと相手フィールド上のモンスターいた対象にとってそのモンスターを除外すると。バカめ、そんな効果も受けないんだよ俺さんのバックザコックはな。どうした。あ、何の効果も受けないって言ってんだろ。バックザコックなめんなマジで。この史上最強の料理人の前になすすべのないってか。グリモ、あ、いいだろ。なんか盤面やばいことになってるけどね。さあ、中円のカウントダウンは今12カウンターが溜まっている。あと8ターン。お前の命は、お前の命はあと8ターン。さあ大丈夫か。じゃあすごい、めちゃくちゃ強そうな場面になってるじゃん。相手バックサコック一体も抜けないんすか。かわいそうにな。悔しいでしょうね。お前の命はあと6ターン。いや、この人最後まで付き合ってくれるのかな。これめちゃくちゃいい人じゃん。めっちゃいいやつ。とりあえずなんか俺ドローゴンしてるだけなの、やばくない。エンドしてるだけなんだけど、一生なんかこのなんか変な右上の丸っこいボタンを押してターンエンドっていうところを押してるだけなんだな。なんだこのクソゲーは。めちゃくちゃなこと起きてるな。ボルテックスドラゴンとかやばいやつまで出てきたんけ。すげえなおい。ああ、いいだろ。いや、もうなんかすごい分回してるけどさ、これ突破できてないんだよね一生。この守備力200ごときのモンスター。あ、出た、エンディミオン来た。やばい、強そう。創生魔導王エンディミオン。はい、対象取って何するんですか。知らないですけど効果ありませんよ。このターンで20ターンだぞ。大丈夫か。終焉のカウントダウンのカウントは20。うわー。俺は成し遂げたぞ。俺は成し遂げた。いや、ちょっと対戦相手の方、ちょっと1個言っていいか。いや、本当に最後まで付き合ってくれてありがとう。さあ、お相手の方、なんだてめえのデッキは。てめえのデッキはなんだ。わかんねえけど、とりあえず俺は終焉のカウントダウンを引きて。なんかあんな。終焉のカウントダウンないか、ないか。終焉のカウントダウンはないが、まあバックザコック立てに行くしかないよね。終焉のカウントダウンはないが、バックザコックを立てるしかに。よし。そして2体のモンスターでオーバーレイ。眠りし料理人が海の幸を運んでくる。エクシンス召喚、最強の料理人バックザコック。タンシロです。ゴミ戦術きた。クソゴミカス戦術きた。これユニゾンビ。なるほど、ユニゾン、はい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 、いいでしょう。ユニゾンビの効果でフィールドの表側表示モンスター相手対象取って、これはもうちょっと一回ちょっと墓地送られるのにうっとしいから、うららで止めて、ここは止める。デッキから墓地に送るっていう効果だけは絶対止めないといけないっておばあちゃんが言ってた。うららいいだろう。これでユニゾンビは、まあ、手札からは墓地送れる効果使えますけどね。はい、いいでしょう、いいでしょう。うん、手札1枚すると対象のモンスターのレベルを1個上げる。なるほど、はい、いいでしょう。やべえ、目付き送られた。エンドフェイズ、よし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 。でもこれユニゾンビ殴っとかないといけないかな。これユニゾンビはちょっと殴っといた方がいい説あるんだよね。ユニゾン殴っとくか。サイレントアングラーかな。アストラルクリボーして、こっち攻撃表示出して、もう一体立てれば、まあどっちかはぶっ放せるんで、アストラルクリボーを特殊召喚して、で2体目出して、で1体でぶん殴って、で2体目守備表示で置いといて、またもう一回ぶっ放すればいいんじゃない。これでいいんじゃないかな。はい、でですね、まあ、とりあえずですね、まあ、ここ出しまして、バックザコック、バックザコックっていうのが意味不明な盤面して、こうか、はい、こっちの方がこうして、はい、でこいつ攻撃表示に変えて、
で、ぶん殴りにいきましょう。あのユニゾンビはぶん殴っていきましょう。はい、よし。なんかあるな、なんだこれ、ホワイトプリンセス、なんだこいつ。自分の手をフィールドのこのカードを墓地送って、フィールドすべてのモンスターの攻撃力守備力は他の島にそのレベルまたはランクかける300ダウンする。あ、強いな。まあいいや、じゃあいいわ。まあこれ死んでもいいや、別にこいつは死んでもいいや、最悪なんとかなる。1体残ってるものは関係ないから。あ、なんで、まあ、これ何も使わずに、まあ、ぶん殴ってよくて、はい。で、あ、お前死ぬんかい。あ、そっちも下がるのね、なるほど。で、じゃあ1体にしないといけないので、はい、バックザコックさんで、ね、他のモンスターが、他のカードがあるとダメなんで、ですね、一旦、1体だけにしましょう。守備表示のモンスター残せばいいんで、こうしてヤスラクリボー を残しながら全部を吹き飛ばして、よし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 、オーケー、まあ、これでなかったことになった、よし、オーケー。さあお前のターンだ。ワイドデッキって珍しいね、 あんまり見ないっすよねまあ、知らないとかは、まあ、ストーリーモードがあるんで、まあ、多少見るかなって思いますけど、ほんと多少ですけどね。まあ、それでもあんまり見ないですね。ミニゾンビ効果でフィールドモードが表示モンスターを手札を捨てることによって一つ上げていくレベルは OK、 いいよ。まあゴズッキーね、あーゴズッキー強いね、はいはい。でゴズッキーは墓地を送られると、墓地のアンデッド除外して手札からなんか出せるっていう話ですね。はいはい、 OK。 でユニゾンビ効果、ユニゾンビ効果で、今度はデッキから送ると、なるほど、いいね、なんか最強のムーブしてんじゃん、割と強そう。はい、これはなんだ、リンク召喚か、シンク召喚か、あ、シンク召喚か、カオスルーラー、なるほど、カオスルーラー。なんかすごい頑張ってるけどさ、僕のバックザコック抜けるんすか。いや、めちゃくちゃ頑張ってぶん回してますけど、僕のバックザコックは抜けるんですかという話。いや、ワイトごときなんかすげえ打点高いけどさ、いや、どうせ殴るしか脳がないでしょ、高打点で。僕のモンスター戦闘で破壊されないんだよね。テキスト読んでるかな、テキスト読んでるのかな、君は。なんかすげえワイトの数やばいな、墓地。相手のワイトのなんか数やばいな、墓地の。どんだけワイト送ってる、なんかやばい打点になってんじゃないこれ。目つき除外して、墓地のアンデッドを特殊召喚できる、 OK。 いいですけど9000 9000はやばい、9000はやば、 いいですけど、それ殴るだけでしょ。えペンテスタック、